ようかな、ホットにしようかな。あそこ行きますか。それでパスタをするかなと思って。絶対美味しいやん。多分これやと思う。マジか。と先生のめっちゃお気に入りみたいな。先生来日というのもいいな。あらら。ネイルがボロボロボロ。いいな。ひなちゃんおいで。こっちおいで。全然違うとこ行くやん。ひなちゃんこっちよ。いいな。外国から輸入されている衣類や食品などが安くなるかもしれません。はい、まだまだまだ。地域的な包括的経済連携は1日に入社した。最大の特徴は日本にとって最大の貿易相手は中国と、3位の韓国との間で初めて結ばれる経済連携協定だというものです。どっち？ひなちゃん。こっち？じゃねー。どっち？はい。サブ何にしよっかな、ホットにしよっかな。え？アイスにする？うん。結構いるやん。思ったより。さ、ちゃんと登録してないんだしなけどさ。うん。あかんかった？え？あかんかった？ポイントが全然溜まってないんだ。ただいま、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 ひなちゃん、ただいま。はい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 。ではね、ひなちゃん、おいで。はい、ただいま。どんな顔して寝てんの？人身事故は昨日の降り始めから今朝8時半まで少なくとも77件に上りました。また昨日から今日にかけて歩行者や自転車の転倒が相次ぎ、東京や神奈川など1都4県では
1200人以上が登山します。日陰などでは雪が残ったり路面が凍結したりしている恐れもあります。外出の際には歩行中の転倒などに注意してください。ひなちゃんこっち行こう。受賞作品が発表されました。ひなひなちゃん、こっちのヨギ棒でどう？大学生特命担当大臣賞には東京都の斉藤秀樹さんが冷蔵庫開けて地球を覗き込んで選ばれました。熊本県の白石里乃さんの作品あまりも魔法をかけて新レシピが選ばれました。捨てられない。安全管理に問題がなかったか調べるため業務上過失傷害の疑いで施設を捜索しました。ひなちゃんこのサングラス一回つけてくれへん？いや、それでもこの間の感染者は、ひなちゃんひなちゃんも嫌やって。ひなちゃんおはよう。おはよう。じゃあお散歩行こうか。行く？お散歩行きますか？行きましょうか。行くよ。おいで。おいでおいで。お散歩行こう。オッケー。よし、ひなちゃん。これに着替えてください。ダウンです。こっちこっち。逃げないで。よくしちゃった。はい。お着替えしてください。こんにちは。バイバイって。じゃあバイバイし。はい。最近どうお散歩してますか？Sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we learned. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do.
りますか。はい。はい、どうぞ。なにゃ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 。予算してもね、はい、バーツキャスくらいっていうかね、はい、世界に誇る。周期6月1日だあらら、もう1年、来年はあれや。今からおばあちゃんと会いに行ってきます。半分の会社さ、なくなる。カイズネーさん、カイズネーさん。こちらが幸福いくらならずでございます。青い器が、イワシの万年煮、あと品梅です。食べないでしょ、ちゃんとね。うん、ちょっと私の方がちゃんとと思う。これは登録しなくていけないから、こっちらまた繋がってるはず。ちょっとだけ、ちょうど市役所でやってるし、慌てて家帰る。そしたら、何同じくらい違うよね。今みたいな、あんな、すごく。I'm set up a TV and I